行くぞみんな。
行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。
後悔するぜ。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。仕方ねえか。みんなよく頑張ったね。君がいてくれてよかった。後悔するぜ。後悔するぜ。
行くぞみんな。終わったか。お疲れさん。このまま突っ走れ。
君がいてくれてよかった。するぜ。
後悔するぜ。冗談き待たせたな。おお、や今転はあ、言ったか秘密のヘッこのこのパスをハッキングで割り出すの。彼女の性格を知り抜いていれば。あ、リエちゃん、リエちゃんのパスコードは毎日。ちなみに、うん、いや、えさあ彼女の頑張りよし、秘密の部屋か。し、ノキアっぽい感じじゃねえだろな。ま、いっか。うわあ、マジかよ。とにかく
早くお目当てのデータを見。お、何か見つけた。お、パン、なんでこのもんが入ってるんだ。なんだよ、こ、どれ、中身があん。二人とも何かあったのかよ。アップデート体験会で騒ぎが起きて。騒ぎ？神城は現在、原因はハッカー。ああ、はいはい。けど、こんな人が多い場所に、あのバグ。お？あのお嬢。この騒ぎは、ハッキング攻撃。エデン症候群。もうふざけないで。そう、ご両親のいないゆうこち、私の言う大人に頼ってリエでも病院のけそうな今朝、うん、もう大事、あなたのにだから私のリエレモンズのあらとの線エデンは私泣きでプルプル。で、あっちの準備。もう。バージョンアップの成果。はい。いい。いやー。それじゃあ。えいえい。その日は。にゃこっち見たよな。俺たちのこと気づいてる。ああ情報はもう。ああ、どうやらこのコピーはもうバッ。上出来だ。混乱が生じているい。けど、エデンのサーバーはイーターをすべて奴らと接触し。了解。体験会、やはり神社参加者の一。くそ、うざい。一般市民、日頃の怒。まあしかし。けど。そうか。それは。リエのキュン。高度な暗号化が。で。パラダイスロ。パラダイスロスト。そうだ。それはそう。どうやら神社。ってことは。いや、神城の狙いは今回のエデン大型。それで。しかし主任責任スエドウ。なんだって。それともう一つ、初めてエデン症候群。今から8年前、そのテスト中に事故に巻き込まれた人。最初の。それは今後の調査。8年前から。些細なことでやめるわけにはい。だからこそ虎穴にいらず。ああの父の。ああ、あの部屋にだって。そうで。力になれな。協力してくれ。失礼します。もう、おい、オタク、聞いてただろ。あいつエデン症候群の兄貴がいて、そんでお前だって。そ、俺は行ってこいよ。少し見直したぞ。京子さんに褒め。そうか。では言葉で。今回はと。え？あの、ひょっとして。ありがとう。あなたは。そうですか。
迷いはそれでは。はっはっ